のちゃんと生田さんも今回声優ということでお仕事が来たわけですけど、あのちゃんそもそも声優に興味がおありだったんですよね。そうですね、うん、なんかあんま詳しいことわからないし、別に勉強してたとかは全く1ミリもないけど、声が結構やっぱ特徴あるって言われること多くて、なんかなんとなく興味あるみたいな感じだったんで、結構こんな早くあのお話いただけてよかったです。しかも大好きな原作のってことですしね。うんそうですよね、はい、じゃあ生田さんは今回2度目の、ね、声優というお仕事になりましたけれども、はい、どうでしたかこの作品っていうので。いや本当にオファーいただいて、で私が前に前回初めて声優をやらせていただいて、その作品も見ていただいてお声掛けいただいたので、すごくこの私の声が門出にぴったりだと言ってくださって、で初めてお会いした時も私の演じる門出がそのままみんなの門出になるからそのままやってくださいって言ってくださって、すごいこう緊張感と責任感もあったんですけど、その言葉を信じてしっかり臨もうっていう感じで、はい、やってました。そこは浅野先生キャスティングにもすごくこだわられたんですね。そうですね、キャスティングであるとかオーディションは全て参加していたので、まあ、ただ最初そのキャラクター的に難しいであろう温湛というキャラクターの、オーディションから始まったんですけど、その時にもちろん何人かいる中での一人があのちゃんだったんですけれども、あのちゃん そのテストをしてもらった時にその現場の雰囲気が本当に一変するような感じがあったので、まあ、僕の中ではもうその段階でもう確定という感じだったんですね。で実際それであのちゃんの配役が決まったんですが、その後にその門出役、普通の女の子である門出役だから最初はそんなに人選難しくないのかなと思ったんですけれども、やっぱり普通でありながらあのちゃんの横に並んで今このように並んでバランスがいい人って誰なのっていうのはすごい、それで一回暗礁に乗り上げたんですね。でその中でプロデューサーさんに生田さんの名前を出してもらって、最初は僕全然その生田さんっていうアイデアがなかったんで、でも実際言われてみるともう本当にこの組み合わせ以上のものはないっていうのはもう皆さんこの絵面を見ても分かると思いますけれど、バッチリなんですよっていうふうに僕は思ったので、原作者特権じゃないですけれども、原作者がどうしてもと懇願してますという申し添えをつけてお願いして快諾していただいたという形になっています。お二人紅白出てるんですよだから最初あのちゃんのオーディションがあった時は、もちろんもう有名になってはいたんですけれども、ここまで有名になるとは思わなかったっていう時期だったんです、ちょうどその最中というか、バタバタしてる最中だった感じでしたね。そうだし生田さんもその決まった後に YOASOBI のね曲がね、あんなに有名になってすごいと思いませんか。すごいです。そうだから同じね業種の人たち、その映画業界の人とかにどうやったらこんなキャスティングできんのっていうふうに聞かれるらしいんですよ最近。これは本当に巡り合いというかたまたまなんですよ。しかも浅野先生アフレコにも立ち会ってらっしゃったんですよね、お二人の。そうですね、全部ではないんですけれども、時間があるときはもうその現場で見ていましたし、それ以外のときもすべてリモートですけど、すべて音声ではチェックしています、すべて、はい。そうだったんですね。じゃあお二人も一緒に収録するところとかっていうのはあったんですか今回。はい、ありました、どうでしたかお二人でやってみて、何か印象に残ってることとかありますか。そうですね、初めて二人でやったシーンがすごい喧嘩の取っ組み合いをするシーンで、大事なシーンでもあるし、でそこで実際に本当にこう取っ組み合いをして、なんかセリフだけじゃなくって殴ったり殴られたりみたいなとこの台本にはない音を入れたりみたいなところがすごく難しくって、入れつつやっぱその
結構、うん、いろんなテンションが入り混じってちょっと長めにの尺で撮ったから、うんうん、もうそれまでね満を持してみたいな空気が、うん、緊張感なんか変に緊張感出してる人たちとかいて、ね、もう本当にドキドキしながら、うん、けどすごいなんかうまくいった感じはあります、うんうん、やっぱりお互い音楽をやってるからかこう間合いとかのすごい相性がすごく良くて喧嘩のシーンではあったんですけどすごい相性がいいなってすごく思いました、うんうん、後ろの人、はい、じゃあもう一回お客さんです。はい、じゃあお猿さんです。いいですか。